吉川英治作。温州さんばかり。一体幾日降ったら気の済む雨なのか。明けても暮れても細々と、三乱れとはいい。え根気が良いこうじめ疲れちゃ、歌も三味線も腐ったね。三味線どころか、飯椅にカビが生える。水の上の稼ぎ人や、 水に生きる船宿だの。茶屋の多い深川の町人たちは、あくびまじりに空を恨んで暮らしている。川は赤く濁って、柳の木が溺死するほど水かさが増していた。湯船船も小枝船も、芥田船も砂利船も、みんな枝川の橋の陰に入り込んで、ト間をかぶったまま、 納豆のように腐りきっていた。おっかさん、おっかさん、どうしたんですはまぐり橋の下だった。雨の打つ川の中で、悲しげな女の声が漏れたのである。そのあたりに、五六層をつないである、秋舟の一つに違いない。お腹が痛むんですかああ、それとも、 また持病の。おっかさん、しっかりして。気を、気を確かに。涙声で叫んでいる。船が少し揺れた。トマの中を覗いてみると、なるほど人間がいる。しかも女。よく、八万裏や矢倉下で見かける、鳥追いの親子だった。 長雨で稼ぎもできず、肌子にも止まれず、秋舟のトマを屋根にして、この幾日かをしのいできたのであろう。老母も娘も青白い皮膚と飢えた目の色をくぼませていた。娘は十八か九ぐらい、世間の波に揉まれるには、まだあまりに若く、あまりに青春である。 うん。ううん。と、船底へ額を横に、うつぶせたまま苦悶している母親を、彼女の手が必死にその背を撫でたり、水押しをしたりして、ああ、水をあげたいにも、飲み水はなし。お苦しいでしょうが、我慢してくださいね。今に。と、あてもない空を、トマのおかげから、 濡れた目で眺めながら。少し雨が小屋みになったら、街へ上がって、私が何とかお薬をもらってきますからね。だが薬よりは、食べ物の方が先かもしれない。何しろ今日で4日、ご飯はおろか、何一つお口に入るものがなかったんですから、年よりは苦しくなるのが当たり前。と、おりゅうは、 涙をたもとで覆って、母と一緒に泣き崩れてしまった。おうや、おう、はい。何ですか、おっ母さん。すまないね。堪忍しておくれよ。そんなことを。と、ひしと母の胸へ抱きついて。何がすまないことがあるもんですか、親子の中で。だって。 いくら親でも、年頃のお前に、赤いもの一つ身につけてやるでなし。幾年も幾年も、こんな苦労ばかりさせて。あえぎながら、お民は言うのだった。浮世の新さに、彼女の老いは、ひどく疲れていた。かすかに鈍い目が、死を望んでいた。 お竜はそう言われると、余計に涙が出てならなかった。何とかして母に、温かい一晩のご飯でも、うどんの一杯でも、そして薬等を与えたくてじっとしていられなかった。お、小闇になった。と強いて明るい顔を作って、すぐに帰ってきますから、その間だけ、 一人でこらえていてくださいな。ね、お母さん。お前、どこへ行くつもりだい街へ行って、あの、何かおっかさんの好きなものと、薬を買って帰りますから。だって、一文のお金だってありもしないのに。この雨の中を歩いて、お前までが体を悪くしたら、どうするつもりだいい,いえ。 このトマをかぶって行きますからおっさんはご心配なさらないで無理におたみを船底に寝かしつけてすぐすぐですよとトマの外へ抜け出した雨は少しも止んではいない絹糸のようにまっすぐに細かく彼女の肩へふりかかった お竜は船べりに身をかがめて何か母の気ぶりを恐れていたがやがて帯の間から短い刃物を取り出すと物理と元指を切って自分の黒髪を解いたそして体を曲げると雨に濡れた黒髪は顔を隠して川へ垂れた何をするのかと見ている間に 片手に黒髪の根をつかみ、片手の刃は無残。十九の春の命を、惜しげもなく、毛の根元から逆手に臨んでぷつりと切ってしまおうとするのだった。すると同時に、友の上に、どんと何かひどい物音が弾んで、バカなバカな真似をするなと怒鳴ったものがある。途端に船は、 その人間の重量で川波の濁りを上げて大きく左右に揺れていた。不意に刃物を取り上げられてしまったのと、船の揺れに堀生はびっくりして、あそれはと男の手にすがった。男は二十三師。額に三日月型の合口傷がある。が目の涼しい、土星人肌な若者である。 背もすらりとして、髪は五分坂行き。浅木木め綿の腰切り板んに砂を帯にしているのだった。いくら分けたって、両犬なしにもほどがある。見りゃいい器量をしているくせに、何が不足で人の裏むような黒髪を自分で着てしまうとするのか。娘さん、おめえ正気でそんな真似をするのか。もし。 うは拝むような目で、どうか静かにしてくださいまし。おっかさんに見つかると心配いたしますから。そりゃ心配するだろう。実は俺もこの長ぶりでどうにも暗記はつかねえからちょうど隣の空き船でトマをかぶって昨日から潜り込んでいたところ。あその船におりゅうは目を見張った。 それを知らずにいたばかりの驚きでなく、よく見直すと、男の着ている朝木番店は、ついこの近くの石川島に金獄されている寄せ場人足の押し寄せに違いないのである。ははは、とその顔色を男は笑って、<laughs> おめえは俺を島破りの教場持ちと感じて、急に震え出したね。だが心配しなさんな。 なるほど、ほら、先おとといの土砂降りに、島の囲いを破って泳ぎ出した寄せ場者、三日月小僧と異名のある男だが、弱い女や年寄りをどうこうするような、ケチな悪党じゃねえからの。トマの中で、お民も何かと思って案じ出したのであろう。お竜や、どなた様だい何をしているのだいとしきりに言った。 三日月はその母と、小野の,の子を龍の目とをなだめるように。実はそんなわけで、あの鳥ば群れに身を隠して、どうせ雨の上がるまではと、昨日から所在もなく、手枕でうつらうつらと寝そべってばかりいると、女の声だ。おめえとおふくろさんの泣き声だ。それでは、今の話を。恥ずかしがることはねえ。 おら、もらい泣きをして聞いていたんだ。で、話はわかっている。雨の中じゃ相談もできねえから、まあ中へお邪魔をさせてもらおうじゃねえか。三日月はそう言って、雨と涙で雫になっているお竜を無理に中へ押し戻した。そして自分も気軽に這い込んで、少ねえが手土産だ。 早く薬と食い物を工面してきねえ。と、潮赤に濡れたむしろの上に、指の先からひねり出すように、チリンチリンと小判で三両。えと、上抜いていた親子の目は、気が遠くなるようにいられていた。幾度と事態はしたが、三日月は笑って、なあに、この雨上がりにちょっと浮かれて、うさばらしでもすりゃ、 これっぱしの金は猫の皮の根で消えちまう。島抜けをした人間の金と思うと気味が悪いだろうがほらゆすりや押し込みの悪党とはたちが違う。この三日月を看板に旅を歩くトセに人仲間喧嘩で二三人をぶった切って捕まったんだが少し旅ガラスの身にも望みがあってあの島にいられねえ訳合いから飛び出してきたまでのことよ。 金には何の曇りもねえんだから、安心して使ってくんな。では、とおりゅうは、とうとう上に負けて。いつお返しができるか、わかりませぬけれど。おっと人間はルるルてんぺん。お互いに明日のことはわからねえみだ。返せたら返す。返せなかったら一生でも。旦那様、この通りでございます。 おたみは、彼の三日月の傷が、菩薩の時間のように見えて、暗い狭い、板子の隅から不をがんだ。ま、礼なんざ置いてくれ。何しろ四日も飯を食わねえじゃ頭たまるめ。早く行ってきてやってくんな。お龍さんと行ったっけな。はい。俺が男の足で一橋行ってやりてえが、どういたしまして。 お使いまでさせては。と、うは、解いた髪の根を結び直して。お言葉に甘えて、町へ行って参ります。あ、お袋は俺が見ていてやるから心配しねえがいい。それからついでに一つ頼みがあるが。と、三日月は、着ている襟をつまんで見せながら。何しろおら、島を出たままで、この寄せ場のお仕切れじゃ。 どうにも町へは出られねえから、その三両のうちで何でもいいが、古着を一枚買ってきてもらいてえが。お安いことでございます。それに三尺とさらしを半端。はい。それだけですかうん、当座にさえあれば、あとは世間で。おりうは赤い腰紐をトマの耳に刺して、ミノみたいに体へかけた。 そして、浜マ橋の岸から、中町の方へ、古着屋を探しに行った。雨も出入も忘れ果てて。世の中を恨むのは間違っている。世間には夜叉も住んでいるが、神も住んでいる。立派な姿を装った悪魔もいれば、寄せ場人足のおしきせをかぶった神もいるのだ。ああ。 しみじみ、救われた喜びに、溢れるような息をついて、このご恩を忘れまい。忘れては、すまないことだ。とつぶやいた。乙女心の胸で誓った。おあんなのが、あの人にはよう似合うかもしれない。ふと目についた、古着屋の吊るしん坊 愛イ人ジで竹もありそうなのが目についた。そこで三尺と晒しを買って、お竜は一つのお包みにして胸へ抱えた。そして手台の愛想に送られて、のれんの影をまた降る雨の中に出て行くと、はてな。ポンポンと慌ただしくタバコ盆へキセルをはたいて、 古着屋の隅から立ち上がった男がある。こんにゃく島の基地だった。商売はその目つきが語っている。もちろん目明かし。変だな。とつぶやいて、銭箱の陰へ座った番頭へ。おい、今の知ってるかどこかで見たような娘ですが、よく富岡や矢倉下を流している鳥居だ。 あいつは確か、おふくろと二人で、亭主も何もあるはずはねえが。そりゃ、男持ちか、生娘か、見ればすぐにわかっていますぜ。だのによ、今買っていたのは、愛の人へ、男もんだ。それに、さらしの判断がちっと気にいくわねえ。雨の中へ番傘をポンと開くと。おい、少し俺の含みがあるんだから、 仲間の奴が来ても黙っていろよ。そう言うと、四つ筋を見回して、傘を斜めに、お竜の後をつけていった。おや、薬は減ったぜ。と首をかしげて、病人とすればお袋だな。とつぶやいた。お竜は気がつかない。母の自薬を買ってそこを出ると、次には食べ物を考えた。 あれも好き、これも好き、と様々に母の好物は思い出されたが、船住まいでは調理をすることもできない。それに器もないので、目についたうなぎ屋へ入って、訳を話した上、金を先に置いていった。こいつは臭いぞ。と、こんにゃく島の基地は、すぐその後へ行って、おい、いたまえ。 と覗き込んだ。おお、来たんですか。我がなすって。そうしちゃいられねえ。今の娘は何もあせられら行いったね。重箱を三つ。三つええ、ご飯で。届け先は浜り橋の下にある、秋舟にいるんだって言うんです。秋舟へ出前を届けるのは初めてで。そうか。と吉は。 傘の水を切って、そこへ立てかけると。俺がもう一度来るまでその飯を届けるのは待ってくんな。いいか、きっとだぜ。と念を押した。そして裾を片っ端処理に、雨の中を傘もささずに横丁へ駆け出していった。大手味な真似を。大手はよ、手ばかり聞くな。 お手は金銀三五綾敷よ。パチパチと中では将棋の駒音と軽い戯り口が聞こえていた。ここも寂しだれの無事に退屈している石置き場の地震盤だった。おおひでえ。いきなりそこをがらりと開けて基地は濡れネズミの曲げ先から雫を振って飛び込んできた。 ああ、こんにゃくじまの兄貴、と振り向いて、今、将棋盤とにらめっこをしていた万端の一人が。こう兄貴、いいところへ来てくれた。ちょっとこの南極を見てくんねえ。敵は入脈とを入れなすって、俺はお手に桂馬に歩が三枚。辛いねえ。銀が欲しいところだが。ぶっ壊せ、ぶっ壊せ。投げては地獄だ。死んでもここを。 何を寝言を言ってやがる。それどころじゃねえ。一大事だぞ。基地は土間の手ぬぐいを取って、耳の裏から襟元の雫を吹きながら。この長めの濁りで、とんでもねえ大物が流れ着いていたのを、ちっとも気づかなかった。てめえたちもつゆと見えて、頭にまで壁が生えているな。ちょっとそこの、五海上の土地を見せてくんな。 それじゃ何か、事件ですかまあ、話は後だ。早くしろ。ええ。急にガチャガチャと駒を崩して、ンを隅っこへ押し合った。基地は腰をかけて、膝の上に取った奉行所の会場の閉じを、ペラペラとめくっていたが、やがて指をついて、うーん、これだな、と、目をじっと、その一枚へ落とした。 江戸無宿、俗称三日月小僧こと千之助。年齢二十四。背、五尺二寸八分、痩せたる立ち。色小白く重長。右の眉三部所に小袋。眉間に刀傷あり。左舞体より斜めに二寸ほど。右の者。 越中島寄せ場を運び出し、市中へ立ち回り揃をゆえ、見つけ次第、し取るべきこと。月、日。石川島寄せ場火薬。江戸町奉行。愛美人の一杯に三尺を買っていった娘。三人前のうなぎの重箱。それと、運び込む先は雨の止ま船。 こう考え合わせてくると、基地の六感は、もうはっきりした映像を掴んで、腹の底からブルっと流行ってくる、ふずきと興奮を抑えきれなかった。ひーふうみー、四人いるのかと万端の頭を数えて、これだけいれば十分だろ。う。おい、耳を貸せ。と、何か示し合わせていた。 おっかさん、今帰りました。トマの中でその声を聞くと、待っていた三日月も彼女の母も。ご苦労だったね。さぞ濡れたろうに。い,いえ、雨も小やになりましたよ。おりは、美濃の代わりに着ていたとまを、小舟の屋根に返して、おかげさまで、とまず三日月の前に手をついて、 母の薬やら、こんなに買い物までして参りました。それから、お頼みの人獲物は、私の見立てで、お気に入りかどうかわかりませんが、と包みを解いて、お召しなされてくださいませ。あいみじんか、これは気が利いている。と、三日月はすぐに、赤と白に汚れている寄せ場のお敷を脱いで、 白い晒しを腹に巻き、それを引っ掛けて三尺を締めた。ああ、さっぱりした。と、五分酒焼きをなであげて、早くおふくろさんに薬をやりねえ。今いただきました。と、お民は、しみじみと三日月の姿を心で拝んで。おかげさまで、命拾いをいたしました。もしあなた様のご親切がなければ、 娘も浅はかに髪を切り、私も今頃は息も耐えていたかもわかりません。嬉しゅうて、ひもじいのも何も忘れて、と涙ぐんだ。川波の明るい光が小舟の中に差し込んだ。三日月はトマの端から浜塗り橋の欄を見上げて、おや、天気になる。 とつぶやいた。幾日ぶりかで、夕雲の破れから、虹色の火が認められた。ツバメが白い腹を見せてかすめていた。じゃ、大事にしねえよ。どれ、俺もボツボツ。と立ちかけると、お竜が慌てて、あ、もう少し。いや、足元の明るいうちに。でも、 ご親切に甘えて、母にも食べさせたいと、あの、うなぎのお重を言ってありますから。おたみも一緒に名残を惜しんで、こんなご親切を受けるも、何かの縁、せめてそれでも上がって、と引き止めた。考えてみると、三日月も飢えていた。ではと思い直して、橋の下の戸まむれで、 おめえたちと飯を食うのも、おっかさんの言う通り何かの縁というものだ。じゃあ、ご主張になっていこう。お言葉のご様子では、やはり江戸のようでございますが。うん。生まれは江戸だが、もう七年も旅ガラスを。親御様はそれがあるくらいなら、こんな苦労はしねえ。いくら飢えても貧しくとも、 おふくろのあるおりゅうさんはうらやましいとさっきからしみじみ考え込んでいるのさそれはまあお若いのに私も江戸でございますがして親御様はどちらにお住まいでございましたか浅草の浅川町つい身の上までは話して面目ねえがこれでも親父は日本差しだったどうりでどこかにあなたにも ソネゲンバチロと言って、無害流の操縦者、小道場の一つも持って、先生と言われていたが、ああいう仲間にありがちな、医守切りにあって、俺が十七の年に殺されてしまった。人手にうん。と三日月は目を閉じて。それを苦にやんで母も死ぬ。妹も行方知れずになる。一家は離散。 ああ、お気の毒な。ほら、悔しくてたまらねえ。少しは腕にも覚えがある。どうしても親父を打った相手を見つけて、仇を取ってやろうと思い出した。それからの旅枯らさ。今年でちょうど七年目になるが、まだ見つからずに間をついているわけだ。そして、相手というのは やっぱり老人。腕は親父よりもずっと上だった。すごい野郎さ。名前は何と申しますか三日月は答えなかった。そしてトマの影か,から渡り板を覗いて。来たようだ。えと口をつぐんでいるところへ。顔合わせございます。あつらいはこちらでしたか うなぎ屋さんええ、さようで。と、おかもちを持って、出前持ちの男が、どちらへ行きますかよし、取ってやろう。と、三日月が手を伸ばして、何気なくそれを受け取ろうとすると、途端に、やろうとその手を、出前持ちが役につかんだ。川松の反転を金ぐり捨てて立ったのは、目明かしの基地だった。 彼の右手を船べりに押さえつけて、パッと素早く縄をかけるやいねや。三日月五用だと叫んだ。三日月は騒がなかった。にっと笑いを弱めながら、ねじつけられた手を怒らえて。じゃ、てめえは目明かしか。知れたこった。うまく出水の川底に潜り込んでいても、長いことは知れずにはいねえ。こんにゃく島の基地の目にかかっちゃ、 雑魚でも網の目から逃しはしねえ。諦めて神妙に島へ帰れ。せっかくだがお断りだ。なんだとわざわざ自分で教場を作って寄せ場へ引えては行ったのも、あの島にいる善家者の中に、俺の探している人間がいると聞いたので、わざと罪を犯していったのだ。嘘っぱちをいな、この野郎。博打はしても、ヤクザはしても、 まだぬすっと根性は持ったことのねえ三日月千之助だ。一言断っておくまでだが、そのために島へ入ってみたところが、噂はまるで人違い。こいつはしまったと思ったが、何と言っても後の祭りで、半年待っても一年待っても、ご方面の様子はなし。と言って、長くあの島にいた日には、自分の大門が果たせねえから、極罪になるのを承知で、 とうとう島抜けを犯したんだ。尋ねる相手を探し当てて、俺の望みを止めたうよは、きっと自首してしまい消え帰って行くから、今日のところは見逃しておくなせ。三日月の千之助が、頭を下げて頼みます。馬鹿を言え。と、吉は、一括にしぞけて、そんな泣き落としにかかってたまるものか。ちょ、どうしても。 ギラリといる目を睨み返して。うん。手向かいするな。当たり目だ。ドボンと途端に真っ白なしぶきだった。滝のような水がザっと揺れる小舟にかかった。やろう基地は投げ込まれた川の中からアプアプと首だけ出してもがきながら。それ逃がすなと三日月の手首にかけてある鳥縄を力に。 船べりへ飛び上がった。右からも左からも同時に実転が踊りかかるのを三日月は足を上げて蹴落としたそしてダダダダッと渡り板を越えて丘へ駆け上がっていくとそこの木陰にも二人の取り手が待ち構えていて「御用!」と組みつくのを「うるせえ!」と鮮やかな櫓に投げた「待ておのれええ邪魔な 肩外しに腰車に、飛びつく実手を投げ飛ばしながら、だっと二軒ほど一丁足に駆け出したが、はっと川の戸惑れを振り向いて、おりゅうさん、おふくと別れを叫んだ。おう。おりゅうは、船べりに倒れながら、せ、千之助さん。喉がかすれて、声が乾いて、 ただ手ばかりが動いた。目は涙でいっぱいだった。治り惜しいその人の姿さえ、涙に霞んでよく見えなかった。他者でいねえよ、おりゅうさんはい、はい。おめえたちも流しの木草。俺も旅から旅の渡り鳥。またどこかの空で会うこともあろうぜ。はい。 お袋を大事にしてやりねえ。そしておめえも。とわずかな暇にじっと送る最後の目。別れの目。あなたも。精一杯でおうは、それだけしか叫べなかった。おお、あばよ。三日月は、はまぐり橋の上を、つばくろのようにすっとんでいた。 ちょうど上がりかけた雨の空に薄い夕虹がかかっていた「ちくしょう!と」と濡れネズミな体を振って何かどなっていた目明かしの基地は伸び上がって見送っているおりの襟が見へむずとふとい腕を伸ばして「よくも!」と引きずり戻した「あれ娘を娘を」娘を と足にすがる乙網をもけ飛ばして、よくも親子であいつを逃がしたら、おいぼれ、てめえも同罪だ、と、三日月の鬱ぷんを晴らすように、水浸しの鳥縄をしごいた。あくる日、お竜は母の手を引いて、深川の町を力なく歩いていた。急に夏らしいカンカン照りが来て、 往来はもう白っぽく乾いている。目明かしの基地からひどく疑われて、逃げた三日月と何か縁故があるのだろうと、散々自信番でいじめられた挙句だった。やっと許されて出ては来たものの、母のお民はもう歩く力すらない渋滞だった。あ、もうダメ。 三十三元堂の前まで来ると、お民は朽木のように倒れてしまった。お竜や、長い間、お前には苦労ばかりかけてすまなかったね。私が死んだ後は、どうか、との父親を探して、幸せに暮らしておくれね。それだけが、と、最後の目で、彼女の手へ涙を注いだ。 お竜は、乱れた嘆きを、意外な母の言葉に驚かされて。おっかさん、私の父親は、私の幼い時に、もう死んだはずではございませんか許しておくれ。それは嘘でした。この私こそ、お前の本当の母ではない。えな何をおっしゃいますかどうしてそんなことが いい,えいいえ。とお民は強くかぶりを振って「あなたは私のご主人関根主殿様のお嬢様。私は使われていた乳母に過ぎないのでございます」。お民は乾いた唇で罪を詫びるように彼女の手へ冷たい方をつけた。 ちょうど天命の大洪水のあった晩、まだ幼いお嬢様を抱いて、私は必死に逃げました。死後にしたって戻ってみると、割下水のお屋敷は、大水に流されて、家も人も跡形もありません。人間の最後の声に嘘はない。お竜は悲しさに、涙に、 溺れるように泣いた。聞けばご主人の主膳様は大川を馬ま無理に乗り渡る途中押し流されて大けがをしたという噂、またほどたっての噂には甲州の上吹川の事業所へ引きこもって養生をなさっているということでございましたけれどとやかくと年月のたつうちに 私は、自分の父で育てたお嬢様が、一日ましに話ともなく、思わず知らず、十九年を過ごしてしまったのでございます。夢のような話だった。お竜は、自分へ手を合わせているお民を、呆然と見ていたが、やがて、おっかさんと、その耳へ、力を込めていった。 海の親より、育ての親です。あなたのご恩を思えばこそ、決して恨みには思いません。どうか気をしっかりして、もう一度良くなってくださいませ。もう天命、お嬢様、お別れです。あれ、お嬢様なんて。いいえ、私のような貧しい者が。 あなたを愛さなければ、あなたはもっとお幸せに、お武家様のご息女として、何不自由のないお身の上だったのです。それをこんなご苦労までさせて、ああ、私は何とお詫びをしていいか。もうそれが、すべての終わりだった。お民は、残悔の手を合わせたまま、 土色に痩せた顔おをお龍の膝にうつぶせて息を引いてしまったどうしようお竜は途方に暮れた母の死体を抱えたままいつまでもそこに泣いていたするとさっきから三十三元堂の縁に旅びがっぱをかぶって振り分けを枕に寝ていた三十絡みの町人が むっくりと身を起こしてかわいそうにおらもらい泣きをしちまったおりゅうさんとやら心配しなさんな死体はこの寺に放してあげようと道裏の科学院へ行って寺男と一人の僧を呼んできたカイや七兵衛はおりゅうを連れて甲州の旅へ立ったおりゅうさん もう死んだ人のことをいつまでくよくよするもんじゃねそれよりか笛吹川の事業所へ訪ねて行って、本当の親御様、関根主伝とかいう人に会って、後を幸せに送ることさ。七兵衛は歩きながら慰めた。何のご縁か、ご親切に。とおりうは、彼の言葉を力に、父のふるさとへ、事業所へ。 とぼとぼと足を向けていた。さきの三日月といい、このしべといい、誠に世間に鬼はない。今日は小仏の峠かかるぜ。歩けるかい。はい。旅には慣れておりますから。そうそう、おめえは流し、年中歩くのは商売だ。江戸節かね。はい。肥量もいいから、 さぞ場所も押さえているだろうね。い,いえもう、お恥ずかしい大道芸。今夜宿へ着いたら聞かしてもらいたいものだ。真の親を尋ねあてて渡してしまうと、おめえはたちまち武家のお嬢様。めったに話もできねえからの。そんなことはございませぬ。母の始末から道中の路用まで、こうしてお世話になったあげく、 父の事業所までお尋ねくださるというご親切。なんで忘れてよいものでございましょう。なに、どうせこっちは帰り道のついで、ちっとも世話のことはありゃしねえ。やがて、峠の甘酒茶屋まで来ると、おお、しべさんとそこで待ち受けていたように、一人の男が山かごをのき先へ下ろして腰掛けていた。 目の鋭い男だった。絞りの手ぬぐいをちゃんちきかぶりにして尺道小路の道中雑しを一本かごやを相手に地酒を飲んでいる「勘太郎か」と七兵衛は腰を並べて「ああ今日はやけに暑い」「江戸の景気はどうだったね」「どうも糸の値がかんばしくねえから」 杉の森の豚屋町も火の消えたようさ。うん。だが玉糸はちった、何かいい拾い物が。と、勘太郎と呼ばれた男は、じるりと目の隅からお竜を見て、それかい、この間の飛脚の話は、と、小声で囁いた。し、と七兵衛は首を振って、何か他の話に紛らわしていたが、 おうが茶店の裏へ、清水を汲みに行った隙に、あれだが、どうだ、寝踏みは。と慌てて取引をし始めた。世間の勘太郎は首をひねって、少し甲府にはもったいねえ。田舎じゃどうしても、六十両が素敵の山だが。六十両なら、八王子でも肩がつく。俺もだいぶ元をかけてあるんだから、 八十両を出してくれ。そう、八十両は難しい。もう五両くらいなら。そんなことを言わねえで。じゃあ相部って七十両。指と婚えで、敷地に首を寄せているのを見て、甘酒茶屋の亭主は、またか、と、恐ろしげに眉をひそめた。何も知らずに、 家計の清水を救っているお竜のそばよって、亭主は。お女中、お前は何も知るまいが、あの七兵衛と勘太郎は、この街道で有名なバルだ。今のうちに逃げたがいいよ。と教えた。え彼女は驚いた。そして老狽した。同調子の七兵衛と世間の勘太郎は、お竜が一丁もかけないうちに、 しまったと気がついたか、道中雑しを跳ね上げて、ちくしょうとばかり、峠の草原をまっしぐらに追いかけていった。高原の夏の雲に、ひっとお竜の悲鳴が流れた。青すきの波をざわざわと、やかましいと二人の男が、彼女の体を引っかついでかけていった。ふざけやがって。 と七兵衛は、もがくしを押さえて、人に散々元を使わせやがって、だんまりでおさらばなんざ虫がいい。おい、カンタカンかそうよ。あいつら何をしてるんだ酒をくらうとしょうがねえ。今呼んでくるから逃がさねえように。よし、大丈夫だ。と七兵衛は、お竜の体を地上へねじ伏せて、早く行ってこい。 と叫んだ。おうと勘太郎は駆け出した。だが、五六軒ほど走るとどうしたのか、突然草むらの中へ赤いものをパッと巻いて、うんとうめきながらぶっ倒れた。白い歯がすすきの中から彼のひばらをついたのだった。あっと七兵衛が突っ立つ間に、すげの十文字傘に片手をかけて、 片手に血塗られた道中差しをまっすぐに持った男が、一歩ずつ静かに彼の前へ歩み寄ってきた。いやいや、うなはどこのドイツだ七兵衛は、恐怖と驚きに震えながら、こわばった足を構えながら、脇差しの絵を握りしめた。一文字傘は、いなせな愛み人の一へを着て、紺の鉄鋼に紺の下半。 白い足に、スワラジの尾を結んでいた。おお、この人へは、と、地上から人目を挙げたお竜はびっくりした。それは、さみだれの日に、深川の町で、自分が買って戻った愛美人と同じ柄なのである。俺か、と旅の男は、含み笑いをしていった。 名を聞いてびっくりするなよ。三日月小僧の千之助だ。え、三日月三日月はお手当をくらって越中島にいるはずだが、いつまで寄せ場の臭い飯を食っちゃいられねえ。と思って出てから間もねえこと、街道丸のマグソバイが深川あたりにうろついているので、親と目をつけているうちに世間慣れねえ女とみて、 それじゃ江戸から当たり目だ。後をつけてきてみると、案の定、世間の勘太郎と相変わらずの悪事、てめえのような悪党を生かしておいちゃ、街道で旅に衆の泣きが絶えねえ。ばらしてやるからそう思え。ふざけるな踊ってきた脇差しを誘い流して、くそっと三日月の刃が背骨を殴った。 ぐわっと千平どを吐きながら、七衛は草むらへすんのめった。それをにやりと一生しながら、別にとどめを刺しもせず、のりを拭いて、さ、お竜さん、と促した。もう安心だ、今のうちに。二度まで、何の機嫌であろう。お竜うは嬉しさに顔を赤めた。 三日月の顔を見上げてうっとりと思った。不思議な音、不思議なご縁と。三日月はもう先に立って、青すすきの中に銀子尻の道中差しをちらちらと見せて歩いていた。彼女は、幾代の夢に見た恋を、あ待って、と追いすがって、胸の血を弾ませながら、 清之助様、と呼びかけた。おおなんだいあなたはどうして、この甲州寺へ実は、浜栗橋で別れた後も、おめえたち親子のことが気になって、そのお心、忘れはしません。おっかあもとうとう、不憫なことをしなすったね。しかし、寿命だ。 杖を取られたようでございます誰を力に、誰を心に生きてよいのやら。どうせ一度は死ぬ人間。と、一文字傘は夏の雲を仰いで。おおここは追い訳だぜ。おめえは江戸へ帰るだろう。またあんな悪に引っかからねえよ気をつけて行くがいいぜ。あなたはほら、甲府の、 冬吹きがわええ笛吹きがわえそれではお邪魔でもどうぞ私をご一緒にそこまでお連れなされてくださいませお安いご用と言いてが何しろオラは島えぶりをしたからだそれに今日もまた一つの教場を作ってしまったもしもまたお目にまで災いがかかってはいけねえからそいつは勘弁してもらいて でも、何ですかこのままでは。ご縁があったらまた会おう。だが、笛吹川へおりゅうさんは、一体何の用があるんだね。実は、と口ごもって、母の言葉で、まことの父がそこにいると聞きましたゆえ。へえ、おめえにとっさんがあんなさるのか。羨ましいね。 実は俺もその近所へ人を訪ねに行くのだ。あなたの訪ねるお人というのは俺のは死んだ父の仇。あ、一度や船で伺いました。その仇の居所が分かったのでございますかうん。と、重く考え込んで。行ってみなければ分からねえが、とにかくそのあたりが、 仇の国元らしいから、一つ探ってみようと思って。そしてその仇の名は元江戸の割下水にいた関根主え、関根主膳。え関根主膳五竜の唇は、見る間に血の毛もなく、かすかな歯音を隠して震えていた。まだ見ぬ父。尋ねる父。 その父の名も、関根主前。また、三日月が七年の間、旅音を覚ますヨガラスの声にも、恨みと狙う仇の名も、今は聞けば、関根主前と言ったではないか。お竜は耳を疑った。世間には、同じ名の人もあるものと。だが、心の反面に、 何か恐ろしい気がさしてそれ以上深くは聞けなかった嫌な雲が天王山から大菩薩へ夕立にならなけりゃいいが三日月小僧はこうつぶやきながらずんずん先へ歩き出していたそして峠の縦場まで来ると後から来る彼女へぐるりと傘の前側ばを振り向けて じゃあ、おりゅうさん。縁があったらまた会おう。旅には物騒な女一人。ことに目につくおめえの器量。身を大事に気をつけて歩きねえよ。別れる間際まで、温かい人情味。それが皮脂と悲しさをこみ上げて、思わずほろりとうつむいている間に。あ、もし。呼んだが、姿はもう遠かった。 峠の下りを、一文字傘が,が、ひた走りに駆け下りていく。夏の雲立つ甲府の方へ、そのすばらしの軽い足が、おりゅうははっと、その後で恐ろしい不安に駆られた。自分の尋ねる父、関根主然と、三日月が突き止めていった、仇の関根主然と、全く、 同盟偉人ならばいいけれど。もし。あ,あ、もしも。どうしよう。彼女の足も、同じ方角を、やや遅れて、小急ぎに歩いていた。すると、後ろから。暴れるなしっかりしろ傷は浅いもう一度我慢だなんで悪党のくせしやがって、暴れると放り出すぞ ワイワイという声である。足音である。ひょいと振り返ってみると、たった今、笹子の高原で、三日月が自分を救ってくれるために切って捨てた、世間の死兵衛が、うーん、うん、いて、苦しいともがきながら、七八名の山籠の雲助たちに担われて、戸板で足早に峠を駆け下りていくのだった。 おりゅうは横道に佇んで、その一群れを先へやり過ごした。そしてその人々の影が遥かになってから歩き出した。その七兵衛と旅をしている間は、旗子の費用も籠の代も彼が払っていてくれたが、これから先は一人でと思うと、どうして生きていけるだろうか、とおりはまず、 今日からの稼ぎを考えなければならなかった。旅を渡る手技といえば、嫌でも、一度捨てたミスジの糸、それより他にない。ちょうど麓の宿外れで、彼女はとある道具屋に、旅で果てた門付けの払い物らしい、傘、三味線、鉢などの一揃いを見つけた。 それを買ってすぐそこから、鳥居姿の衣装傘に顔を隠して番の宿を探した。とどろきや、鶴瀬の宿場には、旗子といっては、そのすすぼけた暗闘一つしか見当たらなかった。旅ガラスには人すぎる家とは思ったが、そこへ傘をとくと、座敷は奥の胸の寂しい部屋。 やはり、きちんよりは安心な気がした。だが、枕をつけて眠りかけると。うん、うん、ああ苦しい。どうにかしてくれ。死ぬ、死にそうだ。と、すぐふすまどなりで、気味悪くうめく男の声に、彼女は眠りつかれなかった。なんで育児のねえ、と、枕元に付き添っている男たちが、 怪我人を叱りつけていた。さっきすぐに甲府へ使いを飛ばしたから、やがて見陰の先生がお見えになら、そうしたら遊園でも何でも言うがいい。情けねえことを言うな。水をくれ水を。医者が言ったじゃねえか。今夜は焼けるように口が乾くが、いくら乾いても決して怪我人に水をやっちゃいけねえと。頭あたまらねえ。 おらあ、畜生。死んだってあの野郎。と、上ごとのように埋めいていると、宿の表で、どん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 、と誰か激しく戸を叩いている。宿屋の者が起きて、迎えているらしい。やがて、どかどかと、廊下を四五人の足音が響いて。どうした、しべあ、先生で。おう。 竜王の親分も。笹尾で七が切られたという使いにびっくりして飛んできたんだ。相手は伊沢の身内か、鶴瀬の半五郎か。何、先生、旅人でございますよ。それも元をいや、どうも、七の野郎の方がよくねえんで。と、枕元の者が喋りかけると、七兵衛は苦しげに眉を潜めながらも、手を振って、何を嫌がる。 おら、俺は後世だ。女を何したって。まあ、言い訳はいい。相手を言え。だから、その相手ってな、絡みの旅ガラスで、七が言うには江戸の寄せ場からずらかった島絵張りの、三日月千之助という野郎だそうです。え、三日月と三影は目を見張った。先生、ご存知ですか いや、何、別に近しかはねえが、三日月小僧といや、ちっとばかり、八周には聞こえている男だ。の、親分。うん。俺は全孔子の蕎麦で一度、顔を合わせたことがある。まだ生はけへ小ぞっ子だ。ところが腕はすごい。七の兄貴でさえこれだし、世間の肝太郎はたった人たちで、息の根がねえんだからな。 カンタもやられたのか手当てをする買いもねえから死骸は峠ゃへ預けておきました御影伝蔵はけが人の青白い額へ目を落としながら考え込んでいた甲府材の御影にヤクザの巣みたいな道場を持っている浪人で年は四十絡み五分酒焼きに苦みばした口元と 引き締まった眉や眼差しがこういう仲間からは先生と尊敬されるだけの資料と腕を持っているらしく見える。その伝蔵と一緒に二人ほどの子分を連れて駆けつけてきた一方の男はこの公州盆地で縄張りを争っている鶴瀬の半五郎、伊沢の純太、韮崎の長太郎一家などと対抗するために。 伝蔵を抱き込んで、無二の味方としている、竜王の二兵という長脇差しだった。親分。と、原八は、腕組みを解いて。こいつは捨てておくわけにもいくめ。ヤクザの中でもヤクザな質だが、こういうざまにされてみりゃ、竜王一家の典にも変わる。と言って相手が旅ガラスじゃ、行った先も、 親分、も、三日月の野郎に草木は、苦しい中にも耳を立てて聞いていました。野郎は、笛吹き川へ行ったんで、どうか足に代わって、先生、足に代わって野郎を、ばらしておくんなせ。と七兵衛は、毒縁のような恨みを吐いて、それだけ言っておきゃ、もう死んでもいい。死んでもいいから水が、 ああ、水が欲しい。くれてやれ。と二兵が、見限りをつけたように、低く言い放った。またひとしきり苦悶をして、七兵衛は、夜明けの潮の引き時きに、息を引いたらしい。半時ほどみんな黙り込んで、しんとしていたが、障子のしらめかける頃から、ガタガタと物音が続いて、 片付けごとに忙しかった。おりはそれからうとうとした。いまわしい泊まり合わせに疲れた神経が、少し眠りかけると、悪夢に脅かされた。と、廊下の隅に、人影がさして、何かひそひそと、立ち話をしているものがあった。聞くともなく、それさえ、うつつな耳に聞こえていた。 どうか、じゃあ伊沢あたりで三日月を見たものがあるっていうのかええ今朝早くから手を配って野郎の足取りを探ってみたんで確かに今夜あたりはこう増どうくればあつらえ向きこっちの縄張り打ちだから袋のネズミだが父が死に際に行った笛吹き替え野郎が行ったというのは確かですそうか じゃあ、親分へも伝えといてくれ。そして耳を浮かせ。な、いいか。昨夜の、三影伝蔵の声である。古文は慌ただしく宿を出て行った。やがて伝蔵も、他の者も,も死骸も。恐ろしい相談を。お竜は慌てて身支度をした。彼女はもう、 つすにはいられなかった。三日月の命が危ぶまれて、大変だ、と胸が騒ぎ立てた。おそらくあの人は、そんな危機が行く手に待っていることは夢にも知るまい。自分のために起こった事件、そして亡き母の恩人、自分には救いの親である人を、そうだ。 少しも早く知らせて。と、おりゅうは、はたを出るともう、心は空だった。笛吹川のほとりに立って、何か思案をしている、稲瀬な旅人、一文字傘。岩めがその傘をかすめた。はてな、誰に聞いても、そんな侍は知らねえというし、 そんな事業所もねえと言うが。駒八代の山々から、そうそうと二十里の峡谷を流れ落ちてくる水を眺めて、三日月はつぶやいていた。そうだ、昭夜で聞けば。小膝を打つと、傘の影は、岩めとも見える速さで、瓦原を五六町、村境の包みを越えて、 高地を歩いて森をめぐって、そこの古びた豪農の構え。人を伺いまするが、馬屋の前で小作と何か話していた名主が、はい、なんじゃのこの浅井村はどなたのご事業所でございましょうかここは天領でございまするが、あ、天領で、と三日月はちょっと考えて、 では、旗川号はあの十家村は、甲府五条番、板倉伊織様のご支配ですがの。では、川向こうは江戸のお旗元土屋右京様。へえ。と三日月は国尾をかしげて。じゃあ、この笛吹川で、関根主殿様の事業所っていうのは、 一体どこでございます関根はての、関根というご支配役は聞いたこともないが。いや、確かに、この笛吹川は事業所だと聞いてきたんでございますがね。笛吹川だってお前さん、十里も二十里にも当たっている。それに駒子か八代か、村の数だけでも何十か村とあるものを、 それだけじゃ尋ねる方が無理というものだ。してまたその関根様というのはこの頃ご修行が変わってきたお方かねいや一年ほど前に。それじゃなおのこと300石や400石くらいな旗本や御家人の修行所は株で売買もするし代替わりも激しいしそんな古い話じゃ。 おそらく人が変わっているんじゃないかここでも開目し知れなかっただが三日月は屈しなかった暴風曽根源八郎の敵関根主膳確かにこの修行所に引っ込んでいたと越中島の寄せ場の中で耳に留めてきたことである寺だ寺だ寺で聞くに限る 何十か所があるか知らねえがその寺をみんな歩いてもたかが知れているあくる日から彼は寺から寺を百かじめぐりのように歩いた人間は老少不浄もしや病死ということもあるとその寺寺で過去帳を調べてもらうことも忘れなかったたかが知れていると思ったそれも 植木川と一口に呼ばれる沿岸の地方を、くまなく探し歩くとなると、大変な旅だった。いつか夏は暮れて、秋のそよ風、本気も足もさすがに疲れ果てて、ひとまず甲府の日を見ようと、梶かじ川ざから引っ返して、念のためにと、釜無川の中駒地方を探りながら、東海市場から、 小井田へ出てきた日であった。道しるべが、と、ひょっと見ると、聖少山、関東寺と、苔の中に文字がくぼんでいる。もう夕方だし、疲れてもいたが、見逃せなかった。お頼み申しやす。旅のもんでしと、変なことをお尋ねいたしますが、と、旅がっぱに傘のまま。 薄暗い黄昏の栗を覗いて、こう小腰をかがめると、おお、なんで寺男らしいのが土間でかまどを焚きつけていたが、じろっと風手を見ながらそこへ出てきた。もう何十件と同じ言葉を繰り返しているので、尋ね方も型についている。三日月のその言葉を聞くと、寺男は、 じゃあ、おめえは、三日月千之助じゃねえか。え、足をご存知でござんすか忘れたけ。と、寺男は白い歯を向いて。おら、リゴの二兵の命中だよ。親分と一緒に三年前、善光寺の賭場へ行った時に会ったじゃねえか。ええ、そうでござんしたか。お見それいたしました。実はその千之助に違いございませんが。 竜王のお身内がどうしてこの寺なのに目を開いてよく見るがいい。寺ったってこの通りな古寺だ。狐の他には住んじゃいねえ。だが時々の蕎麦にはいい場所なんで、今夜はそいつがあるわけなんだ。じゃあ、矛盾ですか。そいつは大しくじりだ。だがそこへ訪ねてきたのも物縁だろう。まあ。 わらじをときなせ。どうせ今夜は宿をとるんだろうが、ついでのことに盆に座ってもらえりゃありがてえが。どっちみち宿には不自由な旅がガラごやっかになりやしょうか。さあさあ楽にしていねえ。寝床は本堂が七十条。北条だけでも七十条ある。ははは、そいつはうんと手足が伸ばせる。 と三日月は足を洗ってそこに一夜を泊まると決めた。付き合い知らずと言われるのはいくら旅のみそらでもかんばしくないと考えて一刻ばかり本堂裏の慰みの群れへちょっと顔を出してきれいに軽い負け目をきっかけに「無作法でござんすが疲れておりますから」と未練なく引き下がった。 刀を抱いて木枕に、毛ャハンもすねにつけたまま、彼は包条の一室に、ぐっすりと高いいびきで眠り込んだ。と、その真夜中を、そこから一時とはない、見陰の道場へ、一人の男は、宙を飛んでかけていた。しっとりと、夜儀の込めた秋の闇を、誰が流すか、一丁鉢の。 しんしんとふける冴えたミスじの江戸節。今夜も。と通れば人は耳を澄ました。にら咲きの町やみかの宿にこの夏ごろからよく聞かれるバチである。どんな女かとバチを頼りに覗いてみればそれは友を離れた一つかりのように。 軒から軒の暗い木陰を一人行く寂しいイチョウガサの影だった。宿外れ。ちょうどその影が、筋を向こうへ曲がろうとしたとき、お台村の石頭寺から、息を切ってこの見陰へ急いできた男と、あどじめバタッとぶつかったと思うと、彼女の抱えていた三味線が、 男の袖口に引っかかってがらりと大地へ落ちた慌てて拾ってみるとシタンザは二つに折れていた大事な都政の一つ道具恨めしげにおりゅうは男の姿を見送っていた見向きもせず男はそこから湖畔町ほど先の町道場御影伝蔵の門に立って もうお休みでござんすか先生、先生竜王の若い者、千吉でござんすちょっと、分けなすってと、激しく叩いてまた。明日に伸ばせねえ一体でござんすどうか、ちょっとここを。がらっと道場の入り口が開いた。おお、千吉か。と、電像の声である。ろうそくを持ったまま電像は、 何か早口に告げる千吉の話を二言三言聞いていたが、驚きの目を見張って。そうか、よく知らせてくれた。じゃあ今夜、石頭寺に泊まり込んだな確かに三日月にしえねえな。間違いはござんせん。後について、物陰に佇んでいたお竜ははっとした。三日月、という一語は、 胸を刺した。待っていろ。伝蔵は奥へ入った。やがて身支度をして出てくると、青白い眉間には、気のせいか殺気をみなぎらして、仙吉、案内をしろ。と、急ぎ足に家を出て行った。折れた三味線は、お竜の手から捨てられた。胃蝶傘は、 ツバメのように後をしたって先に行く二つの影を見え隠れにつけていく虫の声が雨のようだ明かりもない北条の一見には銀河の空の青い光が水のように差し込んでそこに手枕で寝ている旅人の旅愁をそそる夢でも見たか 三日月はガバッと布団を跳ねた。足に座らじすねにキャハン、そして抱き寝の一本刀は、寝る間もいざのない彼だった。耳を澄ますと、確かに庭先、廊下の陰に人の気配。夢ではない。証拠には、今まで泣き伝えていた虫の根が、一時にパタッと止んでいた。 ぬすとかそこにいるな。闇にキラッと見えた土スをめがけて、三日月は木枕を投げつけた。三日月とおめえた途端に。うん。よくもこの夏、笹子峠で身内のしべカとタ太郎を叩き切ったな。その返邦だ。五六本の姿が、彼の前後から光を降らせた。三日月は、 ガバッと前へ片手をついたと思うと、さてはと抜き打ちに、道中座しを横に払って、ギャッという絶叫と、血しぶきを後に、もう、庭先へ飛び降りていた。バッタのように追いすがったのが三四人、バタバタと続けざまに血を上げてうつぶしたと見ると、物陰にじっと見ていた三影前蔵が、すすすっと三日月の背後へ迫って、やろう 何振り向く顔へ、伝蔵の刃が、さっと早い先行を下ろした。三日月はまつげの先で、ピシッとその刃を、刃で跳ね飛ばした。青い火花が、焼き金の匂いをさせてパッと振った。伝蔵は驚いた。鷹の知れた、青二歳の渡り鳥。甘く見ていたのは間違いで。 その道中座しからほとばしる剣の気迫には恐るべきものがある。こいつは、ただの土星人じゃねえ。彼が思ったことは、同時に三日月も思ったことである。おや、田舎道場のヤクザ侍、ろくな腕じゃありめえと思ったが、こいつは筋が通っている。油断はならねえ。 本堂で盆を開けていた竜王の古文たちは、無論こぞって伝蔵の味方だったが、伝蔵でさえ歯の立たない敵、騒ぐばかりである。その間に伝蔵は切り立てられていた。小手に二箇所、かすりを食うと、後を古文に任せて不意に姿を隠した。卑怯者三日月はどなった 近寄る者を滅多うちに殴り飛ばして、伝蔵の後を追いかけながら、境内の地蔵堂の前まで来ると、そこの縁の下に寝ていた一人の否認が、おいおい旅人、本格が違うぜ。伝蔵は裏山だ裏山だ。おおそうか。まちねえ。それからもう一つ、おめえに教えることがある。おめえはこの金剛の寺寺で、 過去調調べをして歩いていた、三日月千之助だろう。ん知ってるか否認だもの。寺のことは何でも身に挟んでる。そこでおめえが懸命に探している関根自然は、元の名じゃ百年探してもわからねえ。今じゃ変名して、三影伝蔵と言っている。えでは名を変えて。その三影伝蔵は、 今、おめえに切り立てられて、裏山へ逃げていた男がそれだ。お、じゃああれが、関根主前だったか。ええ、知らなかった。してまたおめえは一体何者じゃほら、その主前が、まだ、フェッグ川に事業所を持っていた頃、あいつを信用して、千両近い金を貸し、そのために落ちぶれた、タバコドンギの安物というものだ。 今でも金催促すると命が危ねえから黙っているが、ゴーハラでゴーハラでならねえんだ。あいつが関根主伝なら、そのくらいなことはやるだろう。してこの裏山には感動があるか。竜王へ行く近道だ。じゃ、竜王の二兵のところへ。そうかもしれない。旅に急ぎねえ。ありがとう。 三日月は裏山へ登った。身を隠して伺っていると、どこかに一息休めていた善像は、小手の傷を晒しで縛って、抜き身を下げながら、目の前の道を走ってきた。三日月はぬっと前へ立ちふさがって、待て関根主前と、片手正眼に彼の足をまず食い止めて、てめえは、 三影伝造と姿も名も変えている通り、俺の三日月千之助も、実はてめえという仇を探す仮の名前。誠は無害流の総術家、浅草安倍川町にいた曽根玄八郎の医師、曽根千之助。え、ちょ、テメェは、あの曽根の。と、主前は、全身を蒼白にさせて、軸崩れに足を取られたように、 よろいろと後へ下がった。忘れもしねえ。俺がまだ十七の年。よくもうな、父親の曽根玄八郎、卑怯な騙しうりにしやがったな。家なき、親なき一ばかり。役ザ仲間に身を落として、今日までその一根晴らしを狙っていたんだ。時代癖が、親の仇。修繕、命はもらったから覚悟しろ。 生意気なと、主善は、青白く嘲笑った。死に物狂いである。主善の刃は、先の火を吹いた。彼も、手傷の上に手を折った代わりに、三日月もその愛美人の素合わせが、真っ赤になるほど、かすり傷を受けた。バチッと刃があったと思うと、飛び離れた。荒い息を弾み合った。汗が、 血が額からまぶたを突き抜いて流れる。面倒だ。察しがえる覚悟で、三日月は迫った。ちちちちっと刀の歯と刀の鳩が、鳴りきらめき、戦律した。ちッっとつばを持って押す、押される。途端に崖っの際を踏み崩して、あっと三日月が腰をついたので、主前は飲めった。 二つの体が転がった。刃と刃を握ったまま、ゴロゴロと二乗ばかり。起きるや否。主前は鹿のように走った。寺の土塀を踏み越えて、鈴木の中へ。畜生、逃がしてたまるものか三日月が追うと見る間に、鈴木の腹を斜めに、おりうばっかりの姿を見かけて飛んできた。そして、 主前の前に立ちふさがって。千之助様、お竜でございます。ご恩返しのお助たち、お許しくださいませ。傘の紅を解いて、それをパッと主前の顔に投げつけた。もう目手には短い刃が、逃げ窓を主前の前に立ちふさがって切りつけていた。踊ってきた三日月が、撃った とその背を、あばらまで切り下げた。野獣のようなうめきが、のをかけた。主善は最後の刃を、二振り三振り、空に描いて、どんとぶったおれた。三日月はすぐに飛びかかって、もわきまわる主善の胸にまたがった。片手でその襟を締め付け、片手に刃を逆手に示して、 父、曽根パ八郎の仇、関根主伝。関根の恨みを、この刃を、うん、今こそ思い知れ。急所へその喫茶器が、一月にと動いた刹那、おりをわはあっと叫んだ。待って、待って。夢中で三日月の右の手にすがりついたのである。そして、 関根主然という名こそ、自分が誠の生みの親と母の今和の言葉に、この公衆へ探しに来たその人と同性である。もしや、その父ではないか。あるいは同盟の別人か。彼女は罠泣きながら訴えた。苦しげに、三日月の膝の元に聞いていた関根主然は、 ど泥の中から、パッと白い目を見張って。その、関根自然は俺だ。天明の大水まで、本所の割げしに住んでいた関根なら。もう、口が乾いて、声が続かなかった。お竜がわっと泣き倒れたので、三日月も思わず刃を引いて飛びのいた。 俺の親の仇は、お竜さんのお身の親だったか。お竜、娘。主前はかすれた声で、血だらけな手で闇を探った。お竜はその手へ飛びついた。お父様か。おう、おう、うわ。異様な鳴き声が、恐ろしい力で、 おうの体を抱きしめた。そして離さなかった。娘か。俺の娘か。亀ばかりか。身まで心まで落ちぶれ果てたこの姿を、初めて会うお前に見せたのは、おら、恥ずかしい。許してくれよ。許してくれよ。そして、 灰ぐ火のような息で。千之助殿。曽根千之助殿。顔を向けたそうなので、お竜は彼の体を泣きながら抱き起こした。がっくりと体を垂れて、肩で断末の息を続けていた主禅は、手を胸に合わせて三日月の姿へ。 お願いがござる。お聞き届けくださろうか。糸より細い声だった。すでに父の恨みは、肉まで骨まで、いや、真の髄までも、今の人たちで返してある。届いている。それに、寝耳水の驚きは、主前が、おうの探す、 この世の一人の、たった一人の、父だったと知ったことである。呆然として三日月は、ただ頷くだけだった。愛を二つの乱れを、胸に炎と焼いて、まぶたを熱くじっとうなずくだけだった。これを、主前の青い方に、ボロボロと涙が流れていた。 涙の中に刻々と未見は思想を加えていく。おかみまする千之助殿。関根主膳は諸悪の夢が今覚めました。だが遅い。冷めたる時は死です。心残りはただ一つ。親としてなすべきことをなさなかったことだ。 佐ノ葉をむしって主禅は、その梅雨をなめた。どうかこれ飲みよ。お竜もお前、お願いせ。お願いよ。三日月はがらりと血のを投げ打った。膝を打って、主禅の肩を抱き寄せて。安心するがいい。お竜さんの衣装は、 この千之助がもらいました。え、では。白い歯が、にこりと笑った。悲しい血、喜ばしい血。おりるのの激しい心臓の音は、不思議な鼓動を打っていた。空には、姿の見えない狩りがなく。 すすきの白さに、夜はいつかうっすらと明けて、気境の真の希望のしべが輝いていた。